皆さんこんばんは、オーシャンです。本日はですね、生後4日目になります。まあ、初日からね、毛が生えてもう目が見えてるということで、大きく変わってるような印象はないんですが、まあ、ちょっとずつではありますが、まあ、大きくなってきているなという印象ですね。よいしょ、こちらがシナモンですね。もう上の方にね、普通に登っていきます。もう親と変わらない行動をしてますね。ココンちゃんも相変わらず元気でございます。やっぱりね、ちっちゃいのでね、隅っこに結構隠れることが多いですかね。こんな感じになりますね。割と、まあ、興味津々でいろんなものにこう近づくっていうような感じかと思います。よくね、妊娠期間中はお母さんがね、結構神経質になるみたいなことを言われてるんですけれども、意外となんかこう放任主義といいますか、割とお掃除したり、まあ、ご飯あげたりとかしてても、こうなんか我完成みたいな感じなところがありますかね。まあ、ココンちゃんらしいといいますか、ココンちゃんだけのあれなのか分かんないですけれども、まあ、非常におおらかにといいますか、まあ、毎日のね、体重測定も全然させてくれますし、まあ、こちらとしては、ね、非常にありがたいですね。やっぱあとね、おっぱいあげるからね、結構疲れるのが横になる時間が結構増えたかなと思います。ただね、ご飯あげたりおやつのガサガサするとものすごい勢いになるのは相変わらずといったところですね。そろそろね、ちょっと名前を決めようかなと思っておりまして、一応ね、名前の候補はいくつかあるんで、まあ、オスメスの判別が多分2匹ともメスじゃないかなと思うんですが、もうちょっと大きくなってからでもいいのかなと思いますが、そろそろね、ちょっと名前を付けたいなと思っているところであります。はい、それでですね、今回の動画はこの辺にしようかなと思います。それではまた皆さん、次の動画でお会いしましょう。それではさよなら。